にちは。はい。おはよう。ありがとう。バルタンさん、クマヤン、A ちゃん。ノブさん、大吉さん、静岡の天ぷらのたけさん。ありがとう。そう、今日お話し会があるんですけど、ちょっとその前にご飯を作ろうと思います。すごい、もうお腹空いたからもう早急に作りたい。 あ、そうなの？作るぞ。なのでね、ちょっと今日は最近ハマってる朝食ご飯を作ろうと思います。なのでめちゃめちゃ簡単なんですけど、スクランブルエッグとソーセージ炒めて、あとは食パンをつけて、ちょっと朝食っぽいものを食べようと思います。イエイ。モーニング何？モーニングなんじゃ、そうそうそう、作るかなと思います。で、登場人物はこのソーセージと、あとはもう卵だけですね。それだけ。じゃあもう作ろうかな。どうしようかな。じゃあお皿に材料を、卵の液をね、入れていこうと思います。もうね、さっきねメモしたから、メモしたからな。卵2個、塩が小さじ4分の1、砂糖が小さじ1.5、マヨが大さじ2ということですね。もう来てるよ。 卵のね、なんだろう、卵液がね重要なんですよ、スクランブルエッグは。こんにちは、エボテンさん、しーちゃん、ありがとう。 ST の日記研究生の高尾さやかです。そうそう、あのね、そう、ご飯作る、私本当は牛乳なんだけど、牛乳がね、あんまり使わないからちょっと代用しますね、バターとか。そんな感じで、ちょっと本当にお腹空いたから、本当にちょっと早く作ろう。 早く作ろう。本当にお腹が空いちゃった。とりあえず卵2個、待って、最初からちょっとやばいんだけど、最初からやばい。卵1個しかなかった。まあいいか、卵は1個でも2個でも、ね、大丈夫よ。卵 大丈夫かな？1個しか、まあ大丈夫よ。こういう時もある、1個しかない時もあるよ。あるよね、そういう時も。卵があるでしょ。そして次が塩を小さじ1/4ですね。小さ
じ4分の1か。小さじってこんぐらいだね。小さじこんぐらいだから、もうかなり少量ですね。1、2、3、4、5、もうこんぐらいこんぐらいだね。そして、砂糖が小さじ 1.5 ですね。砂糖はね大丈夫。半分にしない？何を？あ、そういうこと？もう半分にしちゃう。もう卵が1個しかないけん。それでいいかな。あ、そうしようかな。じゃあ、全部じゃあ半分にしてみるとしたら、ちょっと。なのでじゃあ塩が、あ、違う、砂糖が小さじ 1.5 の半分だから小さじ 7.5 0.75 ですよね。0.75。 ま、私はまあそう言うても砂糖まあこれ。お、虹ができた。ありがとう。虹ができたよ。そして次マヨが大さじ2ですね。ほぼマヨ大さじ2ってことは大さじ1か。めっちゃ簡単じゃん。バターと、おお、急にどうした、急に暴れだした。マヨ大さじ2か。大さじ2。まあ、測るか。ここでちょっと初めて測ってみます。これが大さじだよ。じゃあちょっと入れますね。これスプーンにさ、みたいなやつに入れたらさ、取れんくなるよね。この何ていうか感覚、こういう時ある。なんかもう片手じゃちょっと難しいやつ。私力ないからね。まあ、ちょっとこんな感じで。あるあるだよ。じゃあここでね、もうね、卵の液ができました。まあ、混ぜていきたいと思います。見て、ほら、全く。ポンポンとしていい感じ、いい感じ、いいね、いいね。そうそう、私はちょっとね、まずね、牛乳使わんけん、ちょっと多分皆さんとは違うかもしれないけど、マヨとかバターでね代用してます。エプロンっていうか、私はこのスマホのエプロン。なんだろう、今日オンライン話しかあるから、今何時間目だろうね。2時間目？じゃあ2時間目、私は調理実習っていうことで。もうね、めちゃめちゃ分離するんよ。
こんな風にもうえって感じなんだけど、でもこれでも OK、 これでも OK、 もうバター入れたらね、もうねそんなこと大丈夫ということで、じゃあ、あちょっと箸使うね、そろそろ。この長すぎる菜箸で、ちょっとこの大さじのスプーンの中にたまったマヨを取り除きます。さすがにこれはもったいない、こんなにあったら。本当にお腹すいちゃった。もしかしてこの箸で混ぜた方がいいよってそういうこと？ずっと私大さじのこのスプーンで混ぜてた言われて気づいた、言われて気づいた、ちょっとそういうことね、箸使おうっ て、 ちょっとありがとう教えてくれて、普通に使ってたこの大さじでやっと気づいたよ。この溝があるけんと思った、そういうことね。よし、こんな感じでできましたよ。で、こう卵の液ができたから、もうすでにちょっとまず最初にね、ソーセージを焼こうと思う。ソーセージ焼いては油で焼いて、ちゃんと油とバター入れるから、うん、ソーセージをね、登場ですよソーセージの。待って、あとね、バター、焼くときにバター 10g が必要だから、 10g、 もうあんまり分からんのよね、 10g の意味が。まずマヨを戻して、ソーセージ、肝心なトーストが必要。肝心なトースト、冷凍してたやつ、冷凍食パン登場。これにまずバターつけよう。ちょっとね、急に戸惑うの嫌だから、先に準備を、先に準備しないとね。私はバターはチューブが好きです。なんかね、固形のやつも好きなんだけど、あれが結構期限が早いから、私はこのバターのこのチューブのやつは結構長いから、これにしてますね。あんまり毎日ね、毎日そんなに食パン食べないから、一時期食べてたけど最近食べないんだよね。そうだね、マーガリンっていうのかな、マーガリンですねそう、マーガリンでございます。そう、でもね、体的に考えたらね、
ちょっとバターが入ってるやつを、食パン毎日食べてた時はそれを選ぶようにしてたけど、さすがにね最近ねなんかあんまり食べる機会が減ったから、それでねなんか期限切らしちゃうのがちょっともったいないから、ちょっと長く使えるものをね今選んでます。また食パンブームが来たらバターにしようかなと思うんですけど。もう菜箸でバターを薄くしちゃいます。薄くして、余った、ちょっと余った、ま、これも余ったのも次の焼くときに使おうかなと思う。とりあえずこの食パンはトースターを準備して、トースターのとこに一回これを置いときます。よし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 、じゃあここでねやっとソーセージを焼くことができます。ちょっとねちょうどそんな映れないんですけども、ソーセージを、めんどくさいからもうハサミで切っちゃう。ハサミで切って、もうウインナーもそう、ちょっとねあのそのままこう焼いてってなるのがちょっと怖いんよ、それが飛んでくるのが。だけどちょっと切っちゃうもん、すでに。しかも食べやすいからね、もう切っちゃえみたいな感じで、斜めに切っちゃえみたいな感じで、もう切っちゃうよ、斜めに切っちゃえ。もうねハサミがね簡単、時々分けてますね。いやもう包丁よりもこっちが安全で早い、超早い。もう切っちゃうもう切っちゃうよ。でソーセージ、どうしようかな、そんなに多くなくていいから、こんぐらいでいいか、まあ3本ぐらい。まあ、残り3個も残ったし、これ密封させて、ぐらいの感じですね。超雑だけど3等分っていうのかな、チョキチョキみたいな感じです。チョキチョキ、ギフトたくさんありがとうございます。アービンさん、ロックオンさん、オッキーさん、F 渋谷さん、ワンタロウマルさん、ヤッシさん、中幸の旦那さん、ありがとう。そう、一口サイズかな、斜めにしたよ。そうそう、横じゃなくて斜め切りですよ。
うソーセージがもう、もう焼こうと思います。お腹空いたからね。なのでちょっと油を適量、油を適量にして、なんか回して、とりあえず謎に転がす。謎に。そして、じゃあもう焼きますね。焼きました。粗挽き塩コショウしようと思います。あーちょっとやりすぎたな、やばい、やりすぎたぞ、振りすぎたけど、まあいいか、大丈夫かな。あるべきちょっと味が濃いけん、大丈夫かあ、焼けてからでいいの。あ、そうなの、やば、まあ大丈夫大丈夫。この中火ぐらいがいいんだよな。だって髪の毛焼かないで大丈夫、結構遠いから、火は手を伸ばしたぐらいのところにあるから大丈夫です。奥の方でね、私はいつも焼いてますね。手前怖いからね。じゃあちょっと転がそうと思います。なんか粗挽きがちょっとついていい感じよ。大丈夫かな、辛くないかな、まあ、卵が甘いからちょうどいいかな。いいねいいね、すごくいい、すごくいいよ。ソーセージの香りができました。あー、もうレストランで見るソーセージです。やっぱり自炊って自分が食べたいものを食べるのがいいですよね。すごくいいと思う。私の自炊が好きなことと続けられる理由ですね。自分の食べたいものが一番食べれるという。そう、だから時々時間ある時にちょっとこういうレストランっぽいことするのがいいですよね。そう、もう自分が作って食べるからもう何でもいいんだよね。いつまで焼ければいいか考えてきた。暴れてないで。
と焦げ目がついたところで一旦終了しようかな。そうだから逆に言うと、そう手を込んだものとかは、ちょっとやめよう。手の込んだものは作らない。そういかに簡単にできるかどうか。わっ、なんかちょっと焦げ、今までで一番焦げてるけど、でもいい感じ、なんかすごく美味しそう。おお、なんか肉屋さんでぐらいの焼き目。そういう肉屋さんみたいな感じの焼き目、ちょレストランっぽくはないけど、まあ、いいやつか、ちょっと、まあ、いつもと違う感じで。じゃあここで、じゃあ醍醐味のスクランブルエッグを作ろうと思います。なのでバターが 10g ですね。さっきのこのちょっと余ったバターを使うのと、あと 10g だよね、分量で。このぐらいかなってぐらい入れます。ふーってぐらい、ふーぐらいですね。まあこれも、あ、もう結構溶けてきたから、もう溶ける前にしちゃおうっていう感じで、もう入れちゃいます。焼こうかな。さすがに余熱だけじゃ慣れますね。すごい半熟だな、めちゃめちゃ。私は半熟が好きだから。卵の加減がまだ分かんないんですよね。ちょっと一つ分かったことは、ちょっと焼きすぎたら卵焼きみたいになってちょっと違うっていう。お、どうかな、もういいかなって感じ、私的には。あとは余熱でやっちゃおう。ちょっといつもより少ないから分かんない。でもどうかな、ちょっと、あー、ちょっとまだまとまりきってないところもあるけど、余熱でなんとかなるかな。どうだろう。もうごめんなさい、まだまだのところありましたね。もう本当に難しいな、これは難しい。ちょっといつもと違うけん、もうちょっと焼こうかな。ん、よしよしよし。さすがにちょっと、おいいよ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 って感じになってきた。少ないな、でもいいよいいよって感じ。あとは余熱でいこうかな。
いいね、すごいね、もう無理です、無理です。よし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 、じゃあここでちょっとね、本当にちょっと別物になってきて、この卵、こんな卵存在するんってぐらい、もはやこれは何なん、もはやこれは何、もうちょっと分からなくなってきた。もうトースター焼くね、トースター焼こう、この間に。とりあえず暑いよね、この空間が。おおおお、いいねいいねいいね、いつの間にかいい感じになった、びっくりする。しかも逆に焼けすぎたし、なるほどって感じ、なるほどって感じ。なにこれ、いい香り。なんでこんなに、なんか物語みたいな、絵本の世界みたいな香りがするの。とりあえず焼きすぎたよね。とりあえず今までで一番焼きすぎてる。卵焼きみたいになってるし、どうしたらいい。これもいいよ、時には。一番ね、一番うまくできたのね、一番最初、一番初めて食べた時は一番上手だった。まこれが、これが人生よ。しょうがない、ということで。ちょっとね、めっちゃ硬いんですけど、本当に卵焼きできましたね。もう卵焼きも食べたかった、ほら、もう卵焼き、もう食べたい時あるよね、卵焼きとソーセージ合うし、うん、よしよしよし。あとはこのソーセージじゃない、食パンができるの待ちます。おお、いいねいいね、いい感じよ、いい感じよ。いい音よ。
あ、え、あ、えー、あ、大倉さん大倉さん、ありがとうございます。楽しみにしてます。ありがとうございます。アイドル専門局すごい。よろしくお願いします。7月1日、ありがとうございます。7月1日、木曜日、私さやかにとですね。あ、ありがとうございます。超楽しみです超楽しみです。わーい、すごい、ご本人様っていうか見てくれたですね。嬉しい。アイドルが好きということで共演されてアイドルさんいますか。え、え、共演されたい、したい、え、どうしよう、ね、どうしよう、いろんなアイドルさん含めて、え、どうする？え、そうですね。私のずっとアイドル好きで、推しメンは村重杏奈さんです。村重杏奈さんがずっと推しメンで。でもそういうことってあるのかな。そうで、まだ会えてないんですよね。まだ STU になって、そう、もう何年も、そうね、 ST になってからまだ一回も劇場公演とか、そう、握手会とかお話し会とか行けてないから、そうえ、その中にもいらっしゃればぜひぜひ。どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう。あとは、どうしよう。今好きなアイドルさんはにじますさんとか、にじますさんのクルスリンさんがすごい好きです。そうそう、めっちゃ好き。そう、48グループ以外だったら、そう、めっちゃ好きですね。ずっと見てるです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 。パンパン、ちょっと、ちょっと、よしよしよし。
と乃木坂さんだったら、そう、推しメンは斉藤飛鳥さんですね。あとは同じ福岡出身の与田さんも好き。これもちょっとハサミで切っちゃおう。めっちゃ美味しそう。イエイ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 。村重さんとリンリンとその他にはめっちゃ聞いてくれますねしかもリンリン呼びですか。すごい、リンリン呼びはすごいリンリン呼びすごい。そうですかね。日向坂さんだったら日向さんが好きです。あとは、うん、確かにここでここでまさかの橋本環奈さんは。でも今ね、女優さんだから。でもアイドルさんだった頃から好きでした。そう。安井さんはシュークリームロケッツ、シューロケ推しです。その中でもモーナンさんが一番好き。だからゲームのアバターでモーナンさんの髪推しみたいなやつをつけてた桃南さんが一回そのなんか鬼滅のなんかねずこちゃんのコスプレをしてて、それがすっごい可愛い。アバター持ってね、なんかね横にね隣にしてました。そうです、そうです。卵焼きをちょっと粉々にしちゃおう。ちょっとスクランブルエッグっぽくしよう。ちょっとめちゃめちゃ卵焼きっぽかったからね、見た目が。よし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 。ということで、あ、待って、また急に横になっちゃったんだけど。勝手に横になるのをちょっと急に。よしよしまで、よしましよしよしまで行った私じゃあもう一回。じゃん、完成しました。なんていうの、ブランチ、ブランチ最高。わ、ありがとう、最高、イエーイ。はい、スクパンはね、もうバターに風味してるからもう大丈夫でございます。バターいっぱい塗ったからね。いつもはね、ここにキャベツをね入れるんですけど、ちょっとキャベツ買うのも忘れてたね。わー、ありがとうございます。イエイイエイ。じゃあちょっとどうしようかな。まあ、いいんだよ。いいんだよ。
イエイ。理想の朝ごはん。急なので厳しいかも知りませんが頑張っています。すごい。ありがとうございます。わあ、嬉しい。大倉さん、ありがとうございます。よろしくお願いします本当に見てくれてありがとうございます。いえいえ。すごい、大倉さんすごい、すごすぎる。あとファンの皆さん、生電話コーナーへのご参加もよろしくお願いしますということです。生電話コーナー、待って、よろしくよろしく。生電話、生電話コーナーするやつ。何、2000円、2000円で生電話そんな感じなんだ。みんなすごい。あ、ツイッターで明日明後日告知しますということですね。お、楽しみにしてます。見ます。いえいえ。ではでは、ちょっとすごい美味しそうなこの私のブランチさん、どうしよう、食べちゃおう。ギフトもたくさんありがとうございます。ときめっきーさん、あおぶいさん、ひずわかのテンパーのたけさん、ホースとともにさん、ロックオンさん、エビスさん、モモンガさん、ミシェルボーイさん、くにひこさん、メッテヤさん、最高ありがとう。ケンタロウさん、ありがとう。エリカちゃん、ありがとう。タコはい、情報提供ありがとうございました。この辺で視聴者に専念します。視聴者に専念する。ではでは、食べようかな。そろそろ一回も味見してないけど大丈夫。